こんにちは、赤べこくんです。本日は西会津町にやってまいりました。たくさんのフォルクスワーゲンが集まってくるそうです。あ、フォルクスワーゲンがやってきました。すっごい続々と来てますよ。かっこいいです。バマキとフォルクスワーゲンのこのレトロな雰囲気、お似合いですね。さあ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お猿がいっぱいですね。すごい数ですね。ですね。車の社長さんからお店に遊びに行くと、帰り際に車に1台ずつ乗ってたんですよ。そのサプライズの連続でこうなっちゃったっていう。すごいな。どちらから？郡山の方から。あ、郡山から。はい。これは1972年。はい。50歳以上だ。ちゃんと手入れすればこう長持ちするんですね。ねえ、皆さん車愛すごい感じます。すごい、全国各地から集まってきてるんですね。オーナーさんって、あ、神奈川県、神奈川から来ました。で、初心者マークという、去年の10月に免許取りました。え、じゃあ人生一発目の車が。小学2年生の頃からずっと欲しくて、夢をどうしても叶えたくて、はい、高速でも全く他に引けを取らず。すごいな。ちなみにこれおいくらしました？これ70万円。え？本当ですか？はい、一生もんだと思ってます。ずっと乗っていきたいなって思ってて。かっこいいな、そう思える一台。僕もなんか欲しくなってきました。すごい古い車なので乗り心地とかなんか不安に思ってたんですけど、ちゃんと遠くまで行けるいい車だと思います。ありがとうございます。帰りも気をつけて。はい、ありがとうございます。楽しんでいきます。うわ、かっこいい。1967年の、はい、どちらが先輩？こちら。こちら。1個上、俺。1個下。体が動く限り乗りますよ。青森ナンバー、シングルナンバー。来年で60年なんですけども、新車の時のナンバーがそのまんま。青森で冬も大丈夫なんですか？いや、乗んないです。車庫にしまいっぱなしですけど。浮いてるまではいかないけど、まあ好きな人なんだなぐらい。なんか男のロマンというかね。